はい、皆様こんにちは、かようまりのでございます。本日はですね、かっこいい、モテそう、できる人に見られる資格ということで、資格チャレンジ .com さんに掲載されていた、内容をね、取り上げさせていただきたいと思います。まず USCPA、 これはアメリカの公認会計士資格なんですけれども、こちらはですね、4科目一定の期間に合格することによって、取得することができ、それぞれですね 50% の合格率ということなので、かなりですね現実的に、取れそうな範疇の資格ということではあるんですが、USCPA ですから、こちら試験とかはですね、当然英語ということになりますので、英語ができないと、厳しい。だからやっぱ日本人にとっては、少しハードルの高い、試験なんですけれども、まあ、この資格を持ってるとですね、確かにかっこいいなという感じがしますよね。はい、そして次、公認会計士、こちらはですね、日本を代表する国家資格なんですけれども、担当試験がですね 15% から 20% の合格率、そして論文が 35% の合格率、そして、3年後に修了考査というのを受けなければならず、こちらが 50% の合格率ということで、難易度としてはかなり高い方ですけれども、当然持っていればですね、かっこいい、モテるっていうふうにはね、なるんじゃないでしょうか。はい、そして税理士資格ですね、こちら5科目、合格することによって税理士になれる。合格率は 10% から 20% ということで、結構ですね、働きながらも取得することができると、ゆっくりね、取得していきたいという方にとっては、おすすめされがちな資格なんですが、税理士さんというとやはりですね、どんな女性でも知ってるというところもあるかと思いますので、かっこいい、モテそうというふうに言われるんじゃないでしょうか。そしてなんと司法書士が入っています。司法書士の試験のですね、合格率は 5% になります。で、司法書士って何みたいな人、たまに私もね出くわすんで、司法書士だからってかっこいいとかモテそうとかってあるのかどうかっていうのはちょっと疑問ですよね。実際に私女性なのでね、女の友達とかにね、司法書士であることとか言うと、司法書士何それみたいな話になったりするんで、男性が司法書士ですって言った時に、女性がキャー素敵みたいな風になるかっていうのは、分かりません。はい、はい、で、次、中小企業診断士ということで、こちらはですね、1次試験2次試験あって、1次試験、マークで、マーク式試験で 15% から 25% の合格率で、2次試験は筆記ということで 20% の合格率ということでね、そこの難易度になるかと思います。なんかコンサル関係とかね、できそうだなみたいな感じで、できそうな人に見られる資格という感じでしょうか。はい、そして次、行政書士ですね、こちらも、合格率は 10% ほどになりまして、司法書士、行政書士、あたりはですね、難しいところなんですけれども、モテそうといえばモテそうなのかな、分かりませんね。はい、ランキングされていましたのでご紹介しました。はい、そして最後ですね、こちら検定になってくるんですけれども、貿易実務検定ということで、貿易という字が入っていることによって、かっこよさが増しているのかなという感じがします。そしてビジネス実務法務検定というのも入ってきますが、こっちはねどうなんですかね、モテるのかもしれません。はい、ということで、本日はですね、それぞれいろんな、特徴があってね、ご紹介させていただきましたけれども、やっぱりね、 USCPA とか公認会計士とか貿易実務とか、このあたりは確かにね、まず名称がかっこいいなという感じですけれども、私のちょっと感想としては、司法書士、行政書士とビジネス実務法務検定は、分かりませんけれども、確かにね、できそうだというふうにね、感じもしますので、やっぱり資格って偉大だなというふうにね、思う次第でございます。概要欄にね、リンク貼っておきますので、ぜひ気になる方は、記事ですね、元の記事も、チェックしていただければと思います。ということで本日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。